よ。皆さんこんばんは。ちょっと安定しない街を。こんばんは。よいしょ。どうもです。こんばんは。ただいまヨガスタジオチッタ森山店からお届けしております。はい、どうもどうも、こんばんは。最近ちょっとヨガスタジオから配信してるのとヨガネタが多かったので、またこっからヨガの配信しようかなと思いまして、こちらに来ております。カフェからもね、インスタライブしたいなと思ってるんですけど、今ちょっと夜の営業カフェちょっと自粛してまして、11時から、7時でちょっとお店が閉まっちゃうので、このインスタライブやるときにね、なかなか夜会ができないので、ちょっとスタジオからお送りしてます。皆さんありがとうございます。いつもありがとうございます。はい、どうもです。元気ですか？あ、本当？広くて綺麗なスタジオですね。ありがとうございます。うち広いんすよ。よっとね、20名は入れますね。ヨガマット実は20名ぐらい。こんなに広いのにさ、今ほら自粛してるので、クローズしてまして、で今ね、ヨガスタジオもオンライン化っていうのを結構やってるスタジオさんが多くて、うちもゴールデンウィーク明けぐらいまで自粛してるんですけど、ゴールデンウィーク明けたらオンラインの有料化、全国の皆さんが受けていただけたらめちゃくない？でちょっと今考えてます。あ、20人すごい。そうっすかね、田舎なので場所だけはございます。こんばんは、どうもです。はい、どうもどうもありがとうございます。今私のクラスを毎週受けてくれてる人、土曜日のね朝ヨガのチームが朝の7時からやってるんですけど、その子たちは結構慣れてる子が多いので、実験的にその子たちに、ズームでオンラインで私のクラスはさせていただいております。またそれがちょっとね様子が分かれば、オープンでね皆様でヨガのクラスが受けられたらね、もう全国場所を問わずにヨガができるっていう、それもいいなと思ってます。今まではやっぱりこうリアルでしかやれないと思ってたし、なんだろうな、やっぱ体を見てあげたいので、そのオンラインでやるっていうのは考えてなかったんですけど、今後ねこうコロナの影響ってやっぱりすごい大きいし、収束早くしてほしいけど、この勢いだとこの1年ぐらいは落ち着くっていうのはやっぱりないのかなとふうに思うし、逆になんかこうね、今だからできるつながりっていうのが全国の皆さんとあればいいなと思ってます。ありがとうございます。今日ブログにも書いたんですけど、みんなで手帳タイムしようぜっていう企画を、家チタ企画っていうのを企画して、日曜日に50名でバンって募集したんですけど、2分で完売しちゃって、50名がねバッて申し込んで、携帯握りしめて入ってくれた子もいっぱいいたんですけど、申し込めなかったっていう方もすごくいて、なのでもうちょっとキャパを増やしてね、50だと多分もうすぐ売り切れちゃうので、違う日付で、もっと大きな人数で、私的にはもう100人ぐらいでやりたいんですけど手帳タイムを皆さんと一緒に撮るっていう、別日でね今週1回やるけど、第2弾は5月2日のゴールデンウィーク。あ、ありがとうございます。申し込みました。ありがとうございます。ゴールデンウィークにやろうかなと思ってます。どうもです。はい、ありがとうございます。でですね、今日のお話なんですけど、申し込めました。よかった、レアですありがとうございますね、たくさん申し込みたかったけど申し込めなかったっていう方も、コメントいただいててね、無料のイベントなので、なんかねこういつまで経ってもこうなんかちょっと不安、目がその先が見えない不安ってすごくあるじゃないですかね。これが6月までですよとか仮によ言われてたら、
もっとなんか先が見えるから安心するけど、いつまでっていうのがちょっとわからない状態っていうのは、なんだろうな、ゴールが決まってないマラソン走ってるのと一緒だから、やっぱりちょっと途中で前向きでいようと思ってて、普段もポジティブだけど気分が落ち込んだりはって思うことって絶対ある。でストレスをためないようにっていうふうに気持ちでは思ってらっしゃると思うんですけど、やっぱりどこかでキュッてなってることもいっぱいあるからね。あと分かんないですけど、手帳タイムキャンペーンみたいな感じで何回かやろうかなと思ってます。あんまりにも早く売り切れたから、ちょっと申し込みたかったのに行けなかったから、もう有料にしてくださいっていう方もいらっしゃったんですけど、ちょっとまだやってみないとわからないので、はい、皆様とつながれる会になれたらいいかなと思う。ああ申し込めませんでした。そうだよね、そうだよね、仕事なので諦めました。まあありがとうございます、たくさんの方が。そう、私できたらもう受けたいんだっていう方はもう全員入ってって思ってるぐらいね、全員でできたらいいよね。何百人とかなるかもしれないですけど、なんだろうなね、ちった手帳って本当にすごいなって思うんですけど、全ここで4万部売れている手帳なので、まあ、言うたら4万人が使っている手帳のコミュニティなので、それはまあ大きくなっていくと思うんですよ。でもなんかその各々こう個々で使っててキュッてね、まとまりたくても、なんだろうな、自分の知ってる方たちだけなので、もっと広がりがあるんじゃないかと思っています。でね、今日の話なんですけど、私タミコさんと結構お友達なの、皆さんご存知、石松タミコさんです。今日もライブやってましたよね、8時から。ちょっと今日のはちょっと見れてないんですけど、私も3冊目を使わせていただきます、ありがとうございます私タミコさんすごい好きで、まあ、初めて会った時からめっちゃ仲良しなんですけど、福岡でね、今日も見ていらっしゃった方多いんじゃないかしら、タミコトークライブね、彼女もインスタライブで、今なんだ、自分インタビュー、セルフインタビューっていうのを、連続でやるっていうのをやってらっしゃるっていうのを、まあ、スタッフが言ってて、でスタッフでまた見てる方が多いんですよ、タミコさんのタミラジ見てましたね、面白いよね。 CJ タミコで皆さんよかったら検索してくださいね。外で手帳タイムができないので毎日3分ぐらい手帳開いて書くこと、まあ、それもいいですね、小刻みに書くっていうのもすごくいいですね。はい、見てます。はい、で私ね、そのタミコさんの、まあ、録画だったんだけど、よかったら見てみてってね、スタッフも面白いよって言ってたので見させていただいてて、で今日の問いかけで、私録画のなんだけど、だから昨日のね、タミコ面白いよねね、見てください、昨日のタミコの問いかけで、タミコさんの問いかけで、なんだっけ、どんな音に囲まれて生きていたいかって質問あったじゃないですか。あれ私すっごい思い当たるし、めっちゃわかるって思ったのが、タミコさんは鳥の声を聞いて朝起きていたいみたいなことを言ったら、息子が何言ってんのお母さん、朝鳥は鳴いてるよって言われてハッてしたみたいなことを言って出したんですけど、それね、めっちゃわかる。私ヨガを長くやっているので、まあ職業柄っていう言い方ちょっと変なんですけど、まあいろんなパワースポットにヨガ師に行ったりだとか合宿で行ったりとかするわけですよ。で一回ヨガ友に連れられてバリにね、1週間ぐらいのリトリートって言って合宿に行ったことがあるんです。バリはすごいね、ヨガの合宿のメッカっていうか、ヨガで合宿って言ったらバリで、ウブドっていう山奥の方の地域になるんですけど、海側じゃなくて山側ね、すごいパワースポットだって言われていて、そこに絶対連れて行きたいと言われて、
もう絶対後悔させないからのバリのリトリートに来てほしいって言われて行ったことがあるんです。でその時にまあ本当に山奥で朝起きたらなんかもうフォーフォーフォーっていうなんかもう聞いたことのない野鳥の会がすごい鳴ってるわけですよ。ジャングルなんで本当にジャングル。もう窓をガッて開けたらこうグワーって湯煙みたいな湯気が上がってて谷なんです。グワーって上がってて目の前ジャングルでいろんな野鳥の声が聞こえてやばいとこ来たってすごい感動したんですけど素晴らしいなと思って、こういうところにそら毎日行ったらエネルギーチャージされるわと思ってすごい感化されて帰ってきたんですけど、日本に帰って自分の実家ですよ、寝ててパッて目が覚めた時にチュンチュンチュンってやっぱスズメが言ってるわけですよ。いるじゃんって思ってバリに行って帰ってきてようやく気づくわけですよね。日本でも鳥は鳴いてんだよと思って、なかなかどこどこに行かなきゃそれが聞けないだとか気づけないっていうのもすごい思い込みだし、すぐそこにやっぱり答えがあるっていうのをこういつもヨガで習うんだけど改めて気づかされる。どこに行かなくてもやっぱりパワースポットっていうのはあったりしますよね。ね、それはすごい実感したなっていうのを思っていて、で私2008年ぐらいからヨガを2004年からヨガ始めて、自分に自然に触れて心と体を休めるきっかけなんですね。あ、本当にそうです。疲れたら本当に山に行った方がいいよね。今なんか疲れてる人は絶対山か海に行った方がいい。本当にそう思う。人混みにもね今は寄れないしね。そう、自然と共に生きるっていうのをまあリセットして今できるいい機会なのかなって思いますよね。うん、今ちょっと何言いかけたら、そう何をもってヨガの修行なのかっていう話なんですけど、いわゆるそのポーズの練習っていうのは大きなヨガの知識の中では本当に米粒ぐらいのサイズの練習なんですよ。ヨガっていうのを学ぼうと思った時にポーズの練習なんかほんのこれぐらいだっていうふうに私はもう豆粒ぐらいだって習っていて、そんなことより自分の心を安定さすにはどうしたらいいのかね、毎日上がったり下がったり上がったり下がったりじゃないですか。今日からこれをやるんだとか決めても次の日からすぐやらないじゃないですか。やれても三日坊主とかね、ああもうできなかったらもういいやって思って諦めてしまったり、やっぱりこうなるわけですよ。どんな人でもこれは絶対そう、どんな人でもそう、私もそうです。じゃあこれをどうするんだっていうのに一定にしましょうねっていうのがヨガの目的です。心を安定にさせましょう。その中の練習の一つがポーズであったり瞑想だったりこう毎日の生活習慣だったりします。何度も言っていますが、おそらく私はヨガをしてなかったらチッタ手帳図っていうのを作らなかったと思うの。ヨガやってたからやっているから朝5時生活っていうのが当たり前だったんです。ヨガ界でだよ、ありえないってずっと思ってましたけどね。私のもうヨガ友は全員5時までに起きてます。エネルギーが一番高いからです。ちなみに夜明け前の時間っていうのが一番一日のうちでエネルギーが高い神聖な時間なんですね。ブラフマ・マフルタと今その光り輝くこう素晴らしい時間っていうのがあって、それがその早朝なんです。そして朝しかないんです。月と太陽の入れ替わる時間帯と言われていますね。今ひょっとして4時起きの人もねいると思うんです。すごくいいと思う。3時半から5時半ぐらいって言われてますが、一般的にねブラフマンマフレットタイムね、人によりますね人の時期によるその季節にもよるけど、早朝の時間ほど空気が澄んでそのエネルギーが高い時間っていうのはすごくないと思う。24時間の間でだからこうね、本当によく言われるのがまあチッタ手帳図とすごい朝活なイメージが、まあ講座を受けると分かるんですけど、チッタ手帳講座を受けるとすごい朝活推しなんですよ、まあ、理由があるね。
それはやっぱり朝のエネルギーが強いから。静かに、確かに夕朝って空気が全然違いますね。はい、そうなんです、そうなんです、そうなんです。だからもうそれに勝るものがないっていうのと、それは体のヨガの練習も心の瞑想の方の練習も両方なんだけれども、やっぱり早朝がいいとされてます。夜は絶対ダメなのかとかそういうことではなくて、夜やるより朝やった方が効果が高いと言われています。空気がとても澄んでいる時間帯なの、エネルギーがすごい強いんですよね。そうで、講座を受けてから完全に朝方性が、ああよかった。そうですね、ちったて帳講座を受ければ本当に朝活生活を余儀なくされるような内容になってございます。ぜひ受けてほしい。ライフコーディネーターがね講座をやっていたりするので、ぜひちった手帳ライフコーディネーターで調べてほしい。まあいろいろある手帳の使い方はいろいろあるけど、私がすごく一番影響されたなと思っているのは、自分で自分の時間をコントロールするのに自分に嘘をつくなっていうのをすごくヨガで学んだからですね。だからストイックにこう練習をすると決めたら必ずやるっていうのを、ある時はこれね、どこまで自分に甘くしてどこまで厳しくすればいいかわからないってよく言われるんですけど、これ言いますよ、ある程度一定時間は死ぬほど自分に鞭を打たないといけない時期があります。ある程度、ある程度よ、ずっと続けるじゃないです。ある程度一定期間、修行のつもりでやる期間っていうのが絶対必要です。それが自然にできるようになるとですね、もう考えなくてもできる域に行くんですけど、そこに行くまでヨガってね、ヨガのポーズを取るときすごい大事なことを言うんですけど、あらいや本当にそうです。ある時だけね、例えば2週間って決めたら2週間鉄を打つようにやっぱり自分を厳しく律しないといけない時っていうのは絶対あって、ずっとじゃなくてもいいんだけど、一定期間だけ決めたらやるっていうのを実践してみるのもいいかもしれないです。やっぱりそれがないとねできないんですよね。やっぱりそうなんですね。そうなんですある程度だよ、一定期間鞭を打つようにやらないといけない時期っていうのは絶対あります。そうで、このライブを見ている方の中でどれぐらいヨガをやってらっしゃる方がいるかわからないんですけど、ヨガをやるときっていろんなポーズあるじゃないですかね、いっぱい屈伸したり前屈したりで、その時に頑張ってポーズを取らなきゃって思ってますか？先生がやるみたいに綺麗に前屈をしたい、もしくはブリッジをしたい、たくさんねじれるようになりたい、逆転系の逆立ちの難しいポーズができるようになりたい、多分いろいろありますよね。ヨガのポーズっていろいろあるから、でそういう時にへっって力入れてやっちゃダメなんですよ。私が教えられたのはヨガのポーズというのは、ダメだよヨガのポーズの取り方というのは、はい、努力なしにそのポーズをやっているという状態です。わかる嘘だって思うかもしれないんですけど、ヨガのポーズっていうのは努力なしにそのポーズに自然に立っているというのが実は最適なヨガのポーズの取り方です。だからひょっとして今力いっぱい練習をしているんだったら、それちょっと緩める練習をした方が実はすごいいいですね。その方がスッてできたりする。でも何でもそうじゃないですか。なんだろう、力入れてやりすぎていると、仕事うまくいかなかったりとか、そうなんですよ。努力なしにその位置にいて至っている状態ということです。めちゃ力入ってしまいます。そうですよね。だってそこに行きたいもんね。わかる。ヨガは妊活にもいいですか？ああ、もちろん。太陽が上がるのでヨガはめっちゃいいと思いますよ。腹式呼吸してみてください。体温上げたい方ね。こっちで呼吸です。寝る前にもいいですよ。これ、2回前ぐらいの、インスタライブでも言いましたが、お腹で呼吸をゆっくり吸って、ゆっくり吐く。4秒ぐらいかけてね、吸って、ゆっくり吐いて。
ゆっくり吸ってゆっくり吐く。こんなもんです。こんなもん。4秒ぐらいはかけて息を吸ってください。そう、そうすると4、5秒ね、目標4、5秒がいいだと思うんですけど、1分間でね、呼吸の数、一呼吸を10秒でもしできたら、吸って吐いて、これでまあ一呼吸10秒ぐらい使ってるんですけど、そうすると1分間に呼吸の数がたったの6回で済むでしょ。普段は1分間に人間20回から22回ぐらい呼吸してるって言われてるんですけど、10回以下の呼吸になると脳からホルモンが出てすごく集中力が出たりする。あと、ホルモンね、幸せホルモンも出るし、落ち着くようになってるんですよ。集中力上がるやつね。そうピラティスのインストラクターなんですが、同じような説明をしています。呼吸ってとっても大切ですもんね。はい、そうです、本当にそうです。腹式呼吸で体温上がるんですね。やってみる。はい、ぜひやってみてください。寝る前なかなか寝つけない人も、あの深い呼吸をする、なんか今夜寝れないって方いたら、ぜひそれをやってほしいなと思います。ゆっくりお腹で息を吸ってゆっくり吐く。でぜひぜひやってみてください。はい、知らなかったです。いいですね。ああ、よかった。はい、ですよね。まあ私本当に気がついたら16年ぐらいヨガをやってるのかな。なのでたまに集中講座、ヨガの基礎講座みたいなのをやっているんですよ。去年、一昨年もやってたかな。3日、日を分けて1週ずつ上げて3日間がっつりヨガの基本的なポーズとヨガ哲学とは何かみたいなのを話してるんですけど、ヨガを始めてみようかなと思ってます。ぜひ。コロナ不安と子供2人と24時間一緒の生活をやっていけるのか不安で動悸が激しくて毎日しないです。おお、呼吸がマシになりますか。なりますなります。ぜひやって。わお、わかる。もうね、やっぱり結構 SNS とかでもよく見るのが、さすがに24時間子供と一緒にいるので子供との生活楽しんでますって言いたいけどもう言えないっていうぐらいキーってなってる人がいるっていうふうに見てます。そらそうだ、そらそうだ。だって今まで学校や保育園に行ってくれてたんだもん、1日ね、5時間や6時間は。はい、あ、基礎講座やってほしいです。ありがとうございます。そうで、オンラインでそのヨガ基礎講座ができたらいいんじゃないかなっていうふうに思ってまして、今思ってるの、興味ある方いらっしゃるかしら。今みたいな話です。本当にヨガとはどういうふうに取るのが本当は正解、正解っていうか、まあ正しい練習なのかとか、まあね、どこでもまあヨガ受けれるんだけれども練習の仕方っていうのが本当に全然違うので、ヨガの基本っていうのは実際は力を抜くことです。そうじゃないと何時間も座れないぜ嬉しい。本当、ヨガ基礎講座行きたいっていう人いたらぜひ教えてください。オンラインだったらね、全国どこでも受けられるし、興味ありますかね。はい、私も基礎講座やってほしいで、ちぐささんの、説明でヨガに興味を、あ、本当、よかった、嬉しい、ありがとうございます。興味ありまくり、あ、嬉しい嬉しい、あ、ぜひぜひ、めっちゃ押されてる、ありがとうございますね。今まではだって滋賀に来るか、一回東京でもやったことあるんですけど、場所に行かないと講座が受けれなかったから、オンラインでヨガ講座やってみようかなっていうのをちょっと思っています。あ、興味あります、よかった、ありがとうございます。おすすめの、あー、ナイス、おすすめの本ね、今あるかな。ちょっと私ね、何冊か本を家に持って帰ってるのであれなんですけど、ヨガのおすすめの本もたくさんあります。また紹介します紹介しますねってはい、受けたいです。本当本当、よかった、興味あります。はい、ありがとうございます。今日ね、ヨガ哲学知りたいです、私も受けたい。あ、本当、そんなに、あ、嬉しい。最近ヨガやってたし余計かな。ありがとうございます。水色の本が気になってます。基礎講座いいですね、ありがとうございます。水色の本あれですね、はあ、ヨガスートラかな、
週末にやってほしい。オンラインヨガ受けたいです。おお、いっぱいいる。めっちゃいる。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、仕事やってる人もいらっしゃると思うので、もしオンラインでヨガ講座やるってなっても、まあ、週末を使ってやりたいなと思います。今ヨガスルートで読み始めましたが、すごく良いですよね。基礎講座絶対受けたい。嘘、嬉しい、ありがとうございます。何回か今までやってるのでね、オンラインでできたらいいなと思って。うわ、こんなにめっちゃ嬉しいな、ありがとうございます。本当ですか、ありがとうございます。ね、ヨガ講座を受けると、あ、だから手帳なんだってすっごいわかる。で、そして多分私がなぜちった手帳ずつっていうのを生み出したのか、めっちゃリンクしてるんですよ。優しく学ぶヨガの本ね、そうですね、そうですね、それです、それです、そうです、はい、そうです。私は多分ヨガに出会ってなければ生活を改めなかったと思いますし、ずっと不仲であったうちの父親とも和解をすることはなかったと思いますし、あと何年前かな、もう18年前に離婚した元夫がいるんですけど、まあ、夫のことは死ぬまで許せなかったと思うし、今は全然いいんですよ。全然もう笑ってコーヒー飲めるぐらいです。はい、なんかやっぱね、手放すっていうことができる、手放す、やめる、あと受け入れることもできます。ヨガやってたからだと思う。それはすごい。そのポーズの方じゃないよ。マインドの方の勉強でございます。はい、先生のお話聞いていて、ヨガに偏った印象があったのが誤解だと分かったので、ぜひ受けた、あ、嬉しい、小5の息子も受けたいな。本当？素晴らしい。小4の息子が受けたらもうすごい悟りに至るんじゃないかしら。素晴らしい。ありがとうございます。嬉しいな。ね、そうなんですよ。ヨガ手帳ってありますよね。はい、ヨガの手帳ありますね。知ってます。東京ヨガさんが売ってらっしゃいますね。受け入れるっていうのも心に響きました。うん、そうなんですよ。なんかやっぱり、なんでこんなことになるのって思うじゃないですかね、いろんなことが。なんでって、どうして私ばっかりとか、なぜ私ばかりがこんな目にみたいなで思うんですけど、ヨガやってると、なんだ、そういうもんだなって、だん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 受け入れられるようになってくる。本当にキャパが広くなってくるですよね。本当にちょっとずつなんですけど、ヨガのマインドが分かるとヨガのポーズもまた変わりそう。あ、変わると思います。取り方がまず変わる。本当にヨガの練習の仕方が変わると思います。力づくでやってたのが、あ、それ自分のエゴだったって気づくし、そもそもなんで綺麗にポーズ取りたいと思うかっていうと、綺麗にポーズ取れる人だなって思われたいんだもん。そうだよね。特にヨガスタジオとかだといっぱいいるしさ、謎に鏡張りだしさ、なんか綺麗に撮らなきゃって思ったりするじゃないですか。誰も見てないから、誰も見てないから、本当に。本当は私が思うに、本当はヨガウルのように鏡はいらないし、自分と向き合えれば本当にヨガマットの上でポーズを取ってる人を見ると、まあ、一人でね、広いスタジオだと 4,50 人見るとかいう時もあるんですけど、まあ、ここじゃなくてもね、うわー、この子すごい頑張り屋さんだなとか、まあ、この子もめっちゃ緊張してるとか、なんだろう、その子の内面、ポーズの取り方ですごい見えたりする。あ、この人自信満々なんだなみたいなとかもすごいわかるんですよ。マットの上の動きを見てるだけでその方の性格がわかるようになったりする。うん、ヨガも瞑想も始められたのに、せっかく買った可愛いって言った手帳がうまく書けません。まあそうですか。大丈夫よ、書けなくても、うまく書けなくても大丈夫よ。頑張らなくてもいいんだよというセリフを聞くと泣きそうになります。頑張らなくていいし、もう十分頑張ってるし、頑張らなくていいです。最近手放すという言葉がずっと気になっていました。何かにとらわれている自分を解放したい。うん、そうですね、ほとんど思い込みです。わかる。なんか自分だけスポットなんかね入っちゃって、こうなんかこういう、なんて言うんですか、出ていけないっていうか、何かにこうしがみつかれてる。何もないんだよ、本当は何もないんだけど、
うまくいかないというか足元に何か絡みついてるような感覚っていうのがしんどい時ってあったりするんですけど、ほぼ思い込みでございます考えすぎなの、うん、考えすぎ。そう、なんかもし変なことをしたとしても、自分がねやり始めた時にね変に目立ったりとか、うん、したとしても、あなたがやりたいと思ったことだったらやったらいいし、なんかこの話昔したか分かんないですけど、私昔いじめられっ子だったんですよ、小学校の頃よ。小学校の時いじめられっ子だったんですね。でその時に分かるわけ、どれだけ人の目が気になるかとか、いやーいやーって言われる、まあ昔のいじめなのでこう小石投げたりとかですよなんていうのかな、本当にあの昔の昭和初期のいじめなので分かりやすいやつなんですけど、なんかそれをずっと受けていたので、人からどう見られるかっていうのをずっと気にしてたの、小学校の時は。だからずっと殻に閉じこもってた私、人と喋るのは嫌だし、前にいるなんてとんでもない、なるべく私のことは見ないで、空気だと思ってっていう感じで生きてました、当時ね。だからそのなんかその積み重ねというか、その時の自分があるから今の自分がすごくあると思ってるんですけど、クラスの中心の女の子がいるじゃないですか、絶対ね。いつもこう周りに人が集まっていて、とても明るくって、その人の周りに人がいつも寄ってるみたいな。瞑想がやる気になってから心が安定しました。素晴らしい。千草先生の声聞いたら安心します。ありがとうございます。私も一緒です。ありがとうございますはい、ずっと人のこと羨ましいと思ってたの、ずっと。私その小学校高学年ぐらいかな、6年生ぐらいの時かな、いいなって、あんな風にみんなから愛されて人がいっぱい寄ってきて、なんか羨ましいなって、こんな感じでしょ、いいなって、なんか私日陰の人だと思ってたので、はって待って、ちょっと待って、こうやってる自分のことをこの辺で客観視したんですよ。え、私いつまでこうやって指をくわえて人のことを羨ましい羨ましいって言ってんだろう、バン、やめようそれって思ったんです。それ多分ね12歳ぐらいの時よ、12歳、はい、多分それぐらいです。その時に人のことを羨ましがるぐらいだったらやってしまえって思って、ドンってなんか急に次の日からシャキーンってシャキーンってなってね、変わったんですよ。急に政党会に立候補したりね、おかしいでしょこことここは私すんごい離れてるってよく言われるんですけど、その時にね別にどう思われてもいいっていうのを吹っ切ったのかな。いや、それは怖いですよ、やったことないことをやるのは怖いですけど、多分その人の目が気になる、自信がない、できるわけがない、でもだってって言ってた自分の気持ちっていうのをすごく私は分かっているんですね。だからあのその逆もすごくできることも知ってます、ね、本当はこうしたいっていうのをねやってみたらいいと思うし、こう長い時間が今皆様には与えられているじゃないですか。普段よりも絶対立ち止まって考えられるはずなんですよ。で思うのが、私もすごい忙しい人だったから、一時期ねすごいシングルマザーで忙しかった時期と、あとやっぱりすごくありがたいことなんですけど、手帳が売れ出してから、講演会イベント講演会イベント、なんやかんや出版しないといけないとか、なんかいっぱいあった時すっごい忙しかったのね。でその時ってやっぱり忙しすぎるから考えないんですよ、っていうか考えたくないって実は思ってたって後で気づくんだけどね、本当にこれでいいのって忙しすぎる時は考えないですよ。で見たくもないし、忙しいことで心を安定させてるっていうことがあったりしますね。本当は嫌なのに、でも立ち止まるとそれに向き合わないといけないじゃない、なんか考えないとかさ、
あるわけですよ。11歳12歳でこの考えに達した千草先生はすごい、あ、そうですかそういう境遇だったからです。でもね、そうで、忙しいのはいいことなんだけど、実は考えたくないから忙しくずっとずっとしてるっていうか、止まらない方が楽なんだよ。だって、うん、怖いからなかなか抜け出せない。分かります、分かります。だから立ち止まるってすっごい大変なことなわけですよ、本当はね。でずっと走りっぱなしの方が深く考えなくていいし、いろんなものをこう見ないふりできる。でもやっぱりさ、こうやってこういうふうに今仕事の状況が変わったりとかする人もいっぱいいるんだと思うんですけど、今多分家族の関係も変わってる人もひょっとしているんじゃないかなと思ったりするんです。やたらいるじゃないですか、家族が家にね。で普段はあんまり目につかないとか、あ、またこんなことしてとか、あ、もうイライラするとかあるわけですよ。で今まで夫婦の目につかなかったことがやたら気になって、ストレスになったりとかするわけですよ。で今まで考えてなかったけれども、はい、逃げても必ずまた形を変えて戻ってきますよね。その通りでございます。いやだ、私本当にこの旦那でいいのかしらとか考え出したりとかするかもしれないですよね。だっていっぱい考える時間が今与えられてるから。で、なんだろうな、私がお伝えしたいのは、それも悪くないよっていうことです。悪くないです。考えることも悪くないと思います。その通りなんですね。考えるよねでもさ、考えてみたらさ、このコロナ騒動がなかったら本当にこのままでいいのっていう問いを自分にずっとしなかったってことじゃない。私本当にこのままでいいのっていう問いをしないってことなので、逆に言うと今普段よりね、思うようにこううまくこう回ってないでしょ。今までは見て見ないふりできたけど、もうそうもいかなくなってきたわけで、本当にどう生活するかとか、本当にこの人とずっと生活するのか、本当にこの仕事でいいのかとか、今住んでるところ私違うとかなんかあれじゃないですか。うん、で実はこう思ってるんだなっていうのを俯瞰して紙に書いとくといいかもと思います。今しか出てこない、その実はこう思ってるっていう言葉って。うん、で多分ね、紙に書いたのを実行するってなった時にやっぱり怖い、でもだってってまたすごい出てくるけど、うん、こう思ってるからやっぱりそうしたいっていう気持ちの方をすごく優先してほしいなって思います。臭いものに蓋じゃないけどさ、見ない方が楽だからさ、本当はねだけど残りの人生ずっとそれを蓋するのかっていう話なので、ちゃんと向き合ってもいいと思います。ちゃんと家族と向き合うために仕事を辞めようとしたら、向き合う前に家族、あ、母親が、あ、まあ急死して気が抜けてしまう。ね、そう、なんかやろうと思った時にできない状況が来るかもしれない、思ってたのにって、まあ、過去形になっちゃうのかな。家にいることが多くなって食生活も振り返ることになりそうです。それもめっちゃわかります。それもめっちゃわかります。すごく意外がられるんですけど、私ご飯作るんですよね忙しい時は確かに作ってなかったですけどで料理嫌いじゃないので、ちゃんと包丁を持って料理しますし、スーパー結構毎日行ってます。響くお言葉ありがとうございます。いいえ、とんでもないでございます。今ワクワクリスト書いたら本当にやりたいこと、思ってることに出会えそうですね。それこそね、今こそ制限なくていいんじゃないかなと思います。この仕事を辞めたらやりたいこととかさ、よく書いてって私講座の時言うんですけど、その時は多分辞めたらって、いやいやそんな辞めるわけないしって思って出てこなかったりするけど、今会社に来ないでくださいってリモートワークになっている方いっぱいいると思うんですけど、リモートワークになって調子よく業績が上がっていったりすればいいけど、リモートでなんか別にこの仕事私じゃなくてもいいんじゃとか、なんだろうな、難しいな、これじゃなくないみたいな、今だったら別にこの会社じゃなくていいのかもって、もっとリアルに考えられてるかもしれないですよね。
いいと思う。考えるいい機会、いい機会です。そう、なんか没頭したいことって本当はみんないっぱいあると思うんですけど、今は趣味でいいから、なんかちょっとちょこっとしてやりたいことっていうのは本当にちょっとずつ始めればいいんじゃないかなと思います。そう、私あの今日瞑想について喋りたかったんですけど、また好きなこと喋ってしまったまあヨガのこととね、思いは思考、その思考は現実になると言われます。嫌なことしていると思うならその思考を変えていく作業が今のタイミングなんでしょうね。そうね、そう本当にそう。これも絶対私いつも言うんですけど、今の仕事嫌だな、今の仕事嫌だな、今の仕事嫌だなって思って生活してたらさ、人生の7割嫌だなって思って生きるのと一緒になってしまいます。仕事ってそういうものじゃないですかね。大人になって20歳を超えてからもし就職していらっしゃったら、人生の6割7割は働きっぱなしなのに、嫌だなっていう気持ちのまま引きずらってしまうので、だから私は仕事というのはやっぱりなんだろう、やっぱり好きっていうか、その見返りを求めずにできるぐらいのものが本当は一番理想的だと思います。そろそろヨガして瞑想の話が来て、はい、そうですね、苦手だったオンラインをするようになりました。そうです、いい機会で、何度も申しておりますが、あのヨガというのはポーズだけではないですね。最後呼吸を一緒にしてもらえると、終わってもらえると嬉しい。はい、最後呼吸しましょう。そう、それも言いたかったそれも言いたかった。もうそろそろあの私の今日言いたいことに締めに入っていきたいと思うんですけど、今日たまたまなんですけど、昨日かな、何かに一定期間集中して時間がはって、なんていうの、本当は1時間の時間が5分ぐらいに感じるっていう時ないですか。例えば映画を見てる時とか、本読んでる時とか、なんかそういう時、それもヨガじゃないですかっていうふうに質問があったんですけど、それもヨガです。はい、それもヨガですよ。自分のことを一定期間ここに置く、そう、ここ、今ここに集中してるのがヨガの練習の一つなんですよ。だから本当は1時間なのに、今何5分ぐらいじゃねって思うのも立派にヨガなんです。それも瞑想の一つね、ありますよね。で、今日あの Facebook でミシャ店の話をしてた子がいて、私ミシャ大好きなんですよ。フランスの有名な画家ですね。で、私あの美術館オタクじゃないですか。で、これ画集なんですけど、今ミシャの大人の塗り絵が PDF でもらえると、これ私が買った本だけどいうことで、大人の塗り絵、はい、そうです。だから塗り絵をやってる時もひょっとして先生ヨガじゃないですかって質問が来たでしょう。そうですって答えました。そうでございます。スッてある一定期間集中しているっていう状態を作っているのも立派にヨガですね。はい、ダラナ・ディアナ・サマディっていうのがヨガにはありまして、ヨガの段階ね、ダラナっていうのも集中で、ディアナっていうのが努力のない集中状態のことなんですよ。努力の入れない集中状態ね、それ深い瞑想状態に入っていくんですけど、で最後に8段階目って言われるヨガで目指したいサマディって言われる位置に行くんですけど、それがもうここがもうペカッて開いて本当に神様とつながっているような状態を指します。何言ってんだってなりましたでもそういうことなんですよ。なんかこう自分っていう体の境界線と外側の境界線がないような状態、うん、それ立派にヨガです。今日ちょっとやる時間がないので、あの私の今から喋ることね、大人の塗り絵をちぐささんが描いてるところが見たいって言われたんですけど、私オタクだから、あと絵が好きなので持ってるんですよ塗り絵今流行ってんじゃないって勝手に思ってるんですけど、お話本当に分かりやすい、ありがとうございます。これ塗り絵がくっついてるんですよ。私絵画がすごい好きだってよく言ってるんですけど、
これフランスに私が旅行に行った時に買ったものでございます。絵画横並び。大人の塗り絵今流行るんじゃないと思うの。あ、本当？へえ、やっぱりヨガ基礎コーナーです。はいはい、そうでございますか。はい、今日突然塗り絵始めようって始め、おーすごいリンクしてる。大人の塗り絵いっぱい売ってると思う、アマゾンとかで。ちょっと調べてみて。これ絵画バージョンなんですけどね、これ有名なこのシーンとか、ちょっと買ってたこと忘れて。塗り絵も先生ヨガですよねって言われたから本当そうと思って、ちょっとね、また塗って皆様に紹介したいと思います。ハートいっぱい来た。大人の塗り絵絶対今流行ると思う。だって絶対みんな時間あるもん今ね。お料理でも何でもいいんだけどさ、集中するのに。うん、フィッシュ、ああさすが気づいた、イエーイ、そうです、フィッシュリーズです。うん、いいと思うんです、大人が塗り絵やってもね。大人塗り流行ってるでしょ、絶対そうだと思ってた。浅野真央ちゃんもやってますね。まあ前からあるんだけど、数年前から流行ってるんですけど、今また流行るんじゃないかなと思ってて、ちぐさ的には。実はあの色鉛筆も持ってるじゃーん。ぜひあの特にイライ、今イライラしてるとかさ、なんだろう、集中できないとか、なんとなく不安とか、こう漠然と終わりが見えない不安って皆さんあると思うんですよ。だからこう気晴らしにすごくなると思う。私もせっかく買ったのに使ってないフィッシュティースを引っ張り出してきたので、ぜひ塗りたいと思います。これイタリアで買った色鉛筆カイシオ。これで塗ってみようと思います。はい、またね、また瞑想とは何たるやかの話から塗り絵になりましたけれども、いろんな瞑想方法あります。で、今日ご紹介するのは、ありがとうございます、素敵ですね、島マントラっていうマントラがあるんですけど、マントラを歌ってから少し座るとむっちゃ集中して座れるっていうのがあるんですね。いつも書店で買おうか迷ってたけど時間ないしって思ってました。あ、そうね、本屋さんにも多分いっぱい売ってると思います。大人の塗り絵コーナー、お気に入りの柄ぜひチョイスしてやってみてください。で、普通にこうね、輪っかを作って、これも前回説明しましたが、これ今から瞑想の話を、瞑想の話しますよ。ありがとうございます。素敵な社長カバーと一緒に買ってきた色鉛筆。そうでございます。ありがとうございます。人差し指と親指をこうくっつける、こうチンムドラーって言うんですけど、人差し指が自分で、親指が世界を表しています。で、自分と世界をくっつける、周りと自分を一体化するっていう意味が、このチンムドラーにはあります。これが一番手に余計な力が本当にかからない。で、エネルギーが逃さない形と言われます。しましま、はい、しまやりましょう。しまマントラーやりたいと思います。そう、ここでまさかの最初に話が戻ってくるんですけど、島マントラなんですが、島というのは美しさという意味がございます。で、サンスクリット語ね。で、美しいものっていうのは本当は、あなたが本気で見ようと思えば、すでにもうあなたの目の前にも、横にも、左右にも、上にも、下にも、後ろにも、美しいものっていうのはあるんですよっていう意味のマントラです。最初に鳥の声の話をね、タミコさんの話から思い出したって喋りましたが、本当はもうある。美しさはどこにでもあるよっていうことに気づける、とっても綺麗なマントラなんですね。で、前回も5分座るといいよっていうのを、まあ、5分10分から始めるといいよって話をしたと思うんですけども、ただ座るっていうのがやっぱり瞑想ちょっと苦手っていう方のために、おお、あとちょっとしかないからもう速攻でやりますけど、もう47分じゃやりますけど、シマっていうマントラを5回繰り返すだけですごく座りやすくなるんですよ。さっき言った5分が短く感じちゃうっていうね、素晴らしいマントラでございます。他にもいっぱいマントラあるんだけれども、繰り返す、単純な言葉を繰り返すのがいいです。もし今あぐらかけそう、そして声を出してもいい状況であれば、私と一緒に島マントラ歌ってみましょう。歌うマントラのことね、キールタンって言うんですけど、まあ言ったら、まあ、キルタンの一種です。とっても集中力が湧きます。シママントラの5回のフレーズはこんな感じです。シマ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 
しましましまや、これを繰り返すだけなんです。もし今ご家庭で、そして声が出せる環境だったら私と一緒に歌ってみてください。とっても気持ちいいはずで、あぐらをかいて、もしブランケットやお尻引くものがあればその上に座って、親指作って座って歌ってみてください。子供さんがもし歌ってくれるんだったら一緒に歌ってね。ちょっと何回か歌います。集中力はすごく湧くのね。せーの、しま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 や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 。なんだか歌った後に背骨をくっとまっすぐして、顎を軽く引いて、髪の毛一本天井に引き上げられたように座ってみます。ほんの数分だけ座ってみますね。目を閉じて、どこにも力入れないように。ではゆっくり鼻から息を吸って、鼻から吐いて、鼻から息を吸って、鼻からふーっと吐きましょうか。今のほんの 2,3 分なんですけど、実際めっちゃもっと長く座りやすくなると思います。タイマーで前申し上げましたね、チャクラチャイムっていうのが非常に座りやすいチーンっていう音が鳴るので使ってみてください。
さっき最後呼吸で終わってくださるととっても嬉しいですって言われたので、呼吸法を教えておきます。お腹に手を当てて、お腹胸に手を当てていきますね。鼻から息を吸ってお腹に入れましょう。吸って1、2、3、4、5、吐いて1、2、3、4、お腹がへこんでいくのを感じてください。もう一度鼻から吸って1、2、3、4、5、吐いてお腹1、2、3、4、5、もう一回鼻から吸って1、2、3、4、5、吐いて1、2、3、4、5、吸って1、2、3、4、5、吐いて1、2、3、4、5、もう一回鼻から吸って1、2、3、4、5、吐いて1、2、3、4、5、ふうで、いらないもの全部吐いてください。どうですか、シママントラ良かったですか？お気に入りのマントラで、結構何年も前からやってるマントラなんですけど、そうね、まあ、ヨガ基礎講座だったらこういうのをいろいろやっていきたいと思います。思ってたんですけど、まあ、ヨガ合宿みたいなのもね、心地よい音色、リラックスでき、素敵な時間ありがとうございました、良かったです、ありがとうございます。ヨガ合宿とかもひょっとしてオンラインでなんか合宿的にできないのかなって今ちょっと思っていて、気持ちいい、よかった、イエーイ、ね、何時から何時ヨガ の例えばどうね、どう動きをやるで、何時から何時は座学をするとかね、みんなにスケジュールを一斉配布してできたら面白いね安心できました、よかったです、癒されました、ありがとうございました、気持ちが落ち着きました、よかったね、そういうのがいいよね、うん。シママントラ歌ったら2歳の子が泣き止む、すごい、心が落ち着きました、ありがとうございました。そう、ぜひ自分で歌ってみてください。私が歌ってるのを聞いててもいいんだけど、自分で歌う効果、マントラは音にすごく意味があるので、自分が言ってその響きを感じるってすごく大事です。ものすごく落ち着きました、ありがとうございました、ありがとうございました、よかった、やってよかった。そう、今日はちょっとシママントラを紹介したかったの。全然何も言わずに座るだけでも全然いいんだけど、あ、ナイスオンライン合宿ね、いいですよね、時間管理しちゃうよオンライン合宿とってもいいアイデアね。なるべくここから配信してね、お昼ご飯ちったカフェに行ったりとかして、ね、食べてる気分を味わってみたりとか、そしたら面白いよねって思ってます。イエーイ、はい、これもちったのマークだよ合宿してほしい、本当オンラインだからみんなおのおの自分のところでステイしてやることになりますけどね。私合宿だと朝5時起きだよ、みんな大丈夫はい、そういうのも考えてますね、いろいろオンラインだから全国の皆さんとつながれるかなと思ってます。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ明日、そう、手帳タイム申し込みそびえた人は楽しい時間、ギャスの時間ありがとうございました。こちらこそです、いつも皆様ありがとうございます。明日の8時もちった手帳タイムが募集されるので、よかったらチェックしてみてください。ありがとうございます。哲学講座ありがとうございます。はい、今日ぐっすり寝れると幸いです。皆様おやすみなさい。今日もありがとう。